皆さん、こんにちは、大樹です。えー、先日、第41期、まあ、自分でもよくやったなと思いますけど、<laughs> 41期目のね、えー、クラスの、えー、ちょうどね、6ヶ月の切れ目の日があって、で、まあ、6ヶ月間を振り返りながらね、えー、この後、本当にどんなことをやっていきたいのかっていうことを、まあ、未来考えてみるっていうのをやったんだけど、そのための一つの仕掛けとしてね、えー、今から半年後、えー、6ヶ月後にもし自分の人生が終わったとしたら、で、自分は自分の、 人生をどんんな風に見つめるんだろうかってていうようよなことを、えー、イメージしてみたのねでコーチってやっぱり極端な設定で考えてみるってことをするからもうめっちゃ長生きするみたいな設定でも考えてみたりとかまあ逆にねあのめっちゃ短く自分の人生終わっちゃうみたいな、まあ、設定でも考えてまあそういう要は極端な設定で考えることで普段と違うところに意識が少しいくからねでそういうのの中でね あやっぱり、ここは良かったもん一生懸命考えようと、今ここまでできてて、これ良かったとかね、これやれたの良かった。で、だけどもう一個、やっぱり、いや、時間あるんだったら、これやりたかったなとかね。いや、そんなんだったら、まあ、この半年これやりたかったもあるけど、で、あと5年、10年あったら、本当はこれやりたかったのも考えてみようと。やっぱそういうタイミングをこう、自分の人生の中で、こう、一回ちょっと止まってね、自分の人生考えてみるとタイミングを持たないと、 やっぱりなんとなくその場その場のこの周りの状況に引きずられてでその時々それでよしとしちゃってとかしょうがないとしちゃってで気が付いたらもうずっと時間が経ってるっていうねあのことになりかねないだからまあちょっと縁起でもないけど今死んだら自分の人生どう思うんだろうとか。 もう一回本当はね10年チャンスがあると何でもできるって言ったら戻ってきてやっていいよって言われたら何やりたいんだろうとかこういう思考実験してみることでね気がつくことがいっぱいあるんじゃないかなっていうことなんだよねでそうやって見るとねあの、はい、やっぱりこの路線で行くよりはね思い切ってこうやって行けようみたいになることもあるしであとねそうか一回 死んで生き返ったと思ったらこれやるんだと思ったらね夢中になったりとか、まあ、もしくはちょっとボーナス,ステージみたいな気持ちになったりとかの良さもあるかもしれないでこれのあのライト版だというかまあこの日常版がね毎晩寝る時にあの小さな死を想像してみる今日死んだとしたら今日一日どういう風に、えー、振り返るんだろうか何が良かったとかね元何したかったと思うんだろう 翌朝起きた時にあまた命があった時ほど行生きたいと思うんだろうこういうことをやってみるのもねまた何か日々の少しずつ実践が変わってでなんか行動が変わることによって結果が変わって人生が変わるっていうことになるんじゃないかなやっぱりあの死を思いなんていう言葉もありますけれども普段それがないとねやっぱりなんかこの感じで続いていくっていうことをこう肯定しちゃうっていうことが起こりがちなので、えー、是非ね しっていうものをイメージしてみて何か進んでみるよかったら参考に取り組んでみてはどうでしょうかということです今日はここまでバイバイ